続いては渋川さんとお送りしていく今日の気になるニュースです、はい、さあ渋川さん、今日はですね、明日18日水曜日から高崎すずらんで行われます催事に出展されます京都ごまの専門店深堀の代表取締役深堀勝則さんにお話を伺います、はい、深堀さん、こんにちは。あ、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。深堀さんの本当この笑顔がすごい素敵ですよね。こちらもなんかにっこり笑ってしまう力をお持ちですね。あのね、ごま好きな人は大体笑顔ですよ。あ、そうなんですね、うん、大体ごま好きな、ごまの成分ですか。ごまの成分と言います。もうごま好きな人に悪い人いません。必ずニコニコしてる。ごま好きだけど、ええ、あのそんなこだわりはないですよね。ただ、はい、ごまがあったら、ええ、なんかもう大量にかけます。いろいろこう麺だったり、なんだろう、好きなんでちょっともったいないなと思いつつも大量にかけていろいろあの食べますね。いいですね。もう完全にごまの友達と僕は言います。ごまって勝手に友達と言います。でも本当にそのごま大量にかける人って大体ね、プラス思考です。そうなんですか。そうです。 だからほら、あのごま嫌いっていう人は意外とプラス思考じゃなかったりしますけど、ごま好きっていう人は絶対明るいですよ。はい、なんか渋川さんの、はい、温かい心が今ので分かりました。それではまずはですね、はい、あの深堀さんが経営していらっしゃいます京都ごまの専門店深堀について、はい、お店について教えていただけますか。はい、お店はですね、二条城の近くで、しておりましてね、はい、まあ、あの僕自身はその京都というと老舗が多いんですけど、僕はあの老舗の家でも何でもなくて、本当に夢を持って京都で、成功したらどこ行っても成功できるかなっていうぐらいの気持ちで、ごまで世界を平和に目指すっていう、そういう理念でね、京都に行ったんですか。あのね、26、今52なんですけど、26の時にあの喘息あったんですけどね、26の時ごまと出会って喘息が治ったんですよ。もうそこから僕はごまの世界に、なんか例えばごまってどうやってなってるか分かりますか。分かんないですよね。これ分かる人いないと思います。でこんなに歴史があるのに、例えばどうやってなってるかとか、じゃあどこで作られてるのか、またごまは一体何なんだ、種なのか何なのか、種なんですけど、ということはこれは僕のために歴史が残されてたというふうになんかポジティブですね。はい、感じまして、はい、それで、まあ、ごまの世界に入っていくっていう、もう雷に打たれたように。ごまとの出会いがどこかにあったんですか。そもそもやっぱり人の縁なんですけどね、僕自身が製薬会社のサラリーマンをしてる時に、いろんなあの漢方薬の原料なんかを使ってたんです。でその時に卸してる先のある社長さんがあの紹介してくれた老舗のごま屋さんがあって、でそこがそのごまの収穫した後の葉っぱをね、お茶にできないかって相談を受けたんです。で僕は開発が得意でしたから、その葉っぱをベースにドクダミやらあのギムネマとか入れてダイエットティー作ったことがありまして、その時にごまっていうと出会うっていう流れなんですよね。確かにそこを知ろうと思わなかったですね。どうできてるのか、どこが名産地なのか。いいですね。どこをできてるの。そうなんです。ちなみにこれってスタートはアフリカのサバンナ、今でいうエチオピアのあたりなんです。でここはいわゆる人間が誕生したエリアともされるんですね、うん、で、ごまの産地って基本的にあの貧途上国、発展途上国の貧困のお金のない人が手作業で作ってるのがごまの現状なんです。例えばアフリカもそうですし、ミャンマーとか、カンボジアであるとか、パラグアイとか、あのしかもお金のない、あのごまの性質上機械化できないんですよ。で手作業で作られる。さらにそこには実はあのいわゆる、ドラッグを作るようなところが多いんですけど、僕はごまが広がった方が平和につながるかなという理念で最初ミャンマーに飛びまして、でミャンマー そのいわゆる、国境エリアのところで取れる黒ごまをですね、今も商品化して、その栽培を広げることで、一つの世界平和につながらないかなっていうことで、やってます。国産はあるんですか。国内もあるんですが、うん、国内だとやっぱりこれね、さっき言ったように
手作業でやるの大変で、なかなか続かないんです。あれだけ1グラム、ちなみにこんな何粒あると思いますか、1グラム、1円玉で、1グラムで、1グラムで何粒かな、軽いですもんね、おいい線ですね、300粒、1グラム300粒ってことは結構手作業だと大変なんですよ。どういう状態で入るんですか。あのね、オクラの鞘ありますでしょ、あれの親指ぐらいのサイズの鞘がこうできまして、オクラも実はアフリカのものなんですね。だから、あんな感じでできまして、収穫したら、下から刈り取りまして 2週間ほど天日干しするんです。でそうすると、乾燥するとこうパッと開いて中からオクラも種がありますよね。あんな感じでゴマが開いてまして、やっぱり種ですか。そうです。それでこう開くところから開けゴマって言うんです。で全部手作業ではたいて、ビニールシートとかゴザとか引いてはたいて手で選別してというのが本当に貧困な農家さんがされてるという現状があります。大変な作業ですね。そうか。で開けゴマって日本語にこう訳されてるけど、もともと英語かなんかでそういう言葉があった。そうですね、アラビアンナイツとかね、なんかあちらのやっぱり中東もゴマの産地なので、そういったところから来ている現状がある。でその種と鞘を全部分けて、分けて、はい、そう、それが大変です。で国内では実は鹿児島で僕ね、種まで作らず、花が咲く前に刈り取った若葉をね、刈り取ったらすごくポリフェノールが高いことを発見してまして、それがアクテオシドというすごく有効成分を見つけてね、抗酸化力がすごくあるのを今パウダーにしてダイエットにすごく良くて、ビールみたいな苦みがあるので、それをこう僕水筒に氷入れてアクテオシドのパウダー入れて水入れてシャカシャカって飲んでビール代わりに飲んだらなんと7キロ出したんです。3ヶ月で。何もしてないですか。何もしてないです。もうそれだけ。あとちょっとボーリングは7月からそれだけ。なかなかボーリングは、やりましたけど、本当にそれだけで7キロ出したんです。すごい。で今それがそのダイエットにもいいってことも分かってきたんです最近ね。それは商品化されて、今日も持ってきてます今回も。すごい方じゃないですか。いやもうだからゴマのそういう世界もいろいろ新しいことを、はい、いやこのゴマが何からできてて種だっていうことも木さん分かってきましたね。いや分かって、いやよかったですね、さらにね、自分で調べようとしなかったですね。そうですよね、今こうやって何か出会いがないとね、ゴマとのだからもう衝撃的にゴマがあったらだってゴマってなんだろうってなるけど、そこまでねなんかなかったんで今日知れてよかったです。今日ね、それでやっぱり香りが一番いいのは金ゴマなんです。これは大体産地でいうとトルコとかエジプトとか地中海側がすごく美味しいゴマが取れるんですけど、それは非常に油が乗ってるんですね、ゴマの中でも一番。だから油が乗るってことは香りがいいんですよ。で今日それを僕は普段皿掃除のキネで手作業でお餅つきみたいなゴマをつくんです。でそれを編み出しまして、そうですそうです。でそれをつくともうどんなものよりも香る、半年香りが抜けないごま、すりごまみたいな、もう金つきたてごまって名前があるんですけど、このつきたてのこのごまは絶対どの世界中どこよりも香りあるはずですっていうのを今日お持ちしてますね。ここにあるんですね。そしてぜひ渋川さんにこれまず開けていただいて、この香りをちょっと嗅いでいただいて、これにちょっと香りをまず嗅いでいただいて、はい、密閉してますね、はい、深堀さんの、これじゃあ一回一回というか一つ一つ全部こう手作業 で手作業でやってる。ごまは絶対手作業が美味しいです。もうやっぱりね、愛が一番伝わるんです。これもうちょっともう理屈じゃないんですよね、絶対感動するのは手作業です。お母さんが作った肉じゃがと機械で作った肉じゃがどちらが美味しいですかと、同じ素材で、はい、答えはそこにあるじゃないですか。はい、ちょっと方変わってみてください。さあ、それではキーさんにね、バッグの蓋を開けてもらいたいと思います。はい、深堀さんの金つきたてごま香りいかがですか。あ、すごいいい匂い。いいでしょう、うん、この香り、これ油が乗ってるでしょ、香りがもう全然違うんです、うん、すごいいい匂い。これぜひちょっと香り、はい、はい、いい香り、すごい、うわいい、いいでしょう、うん、これをまさかって思った、まさかでしょう、はい、今日は一番ごまの味が分かるのはご飯とお醤油で食べるのが一番分かるんです。で今日ちょっとさっき、コンビニで余っててご飯チンしてくださいって僕クックックで言ったからちょっと怪しまりましたけど、コックがご飯チンしてたぞって多分今頃話題になってます。これにご飯かけてお醤油だけでいいので、ちょっと今日お醤油も今買ってまいりましたので、ちょっとこれかけてちょっと召し上がっていただいていいですか。思いっきりかけていただいて結構ですよ。はい、
たいな。白いご飯の上にね、はい、はい、ごまを今、はい、じゃああと醤油はお好みで、はい、ちょっとここに醤油を少し、はい、はい、はい、まして、でこれで、はい、どうぞ。もうこれが一番香りが分かってほしいです。今こうスタジオの中も変わってますよね。いいでしょう、いい香りがします。これ癒し効果あります。これ今日はよく眠れますね。最高、最高でしょ、うん、嬉しい。いやこれマジで最高です。嬉しいです、うん、もう嬉しいです、うん、うん、うまい。ぜひ、これ持ち帰っていいですか。いやもちろん今日プレゼントするつもりでですね。やった、だからこれはあのあ、あげるってもう自分のものって決まっちゃったからね。かけるとちょっとあれでしたね、失礼します。じゃあこれどうぞ。じゃあちょっと私もいいですか。はい、お箸、はい、ちょっと醤油をね、はい、かけて、はい、いやこれめちゃめちゃうまいです、はい、いただきます。いいでしょう、めちゃめちゃうまいです。いや嬉しいです、うん、となると、いや僕ね世界一うまいしてるから、うん、嬉しいです。うん、うまいでしょ。こんな食べ方もなかったでしょ。美味しいですね、うん、ご飯にこれ本当にこの金つけたてごまかけてお醤油食べるのが一番、うん、ごまの味がよく分かるんです。それだけなんですね。これで分かります。もう、うん、でこれ半年香り抜けません、うん、しかも冷蔵保存じゃなくて常温の方がずっと香ります。これ食べますよ。あの今日これ、まあ、あと残ったの食べちゃうね、あとで。もし時間あればトースト、はい、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、トーストに蜂蜜でかけても美味しいんですけど、ちょっとまた少しから使ってもよろしいですか。もう今もう持って帰るのふうふうしちゃったのになかなか僕も言いにくかったんですけど申し訳ございません。ここに蜂蜜をこうかけて、まあ、パンにね蜂蜜塗るでしょ、こちらもとかね。それで、これに、この金つけたというか、ね、ああそうですね、最初にちょっと、はい、あ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 、ちょっといいですか、ちぎってもらっても、あ、もちろん、はい、すいません、じゃちょっと、はい、これをちょっと、はい、はい、ちょっとですね、はい、ちょ、いやちょっとあのぜひ明日スズラン来てください。僕たっぷりお詰めします、できたて。あ、そうそう、これはその場でついて詰めるんですよ僕は。だからあのできたてを本当にあのそこで飯あの詰めますので、女子が大好きなんですよ、はい、男性でも好きなことです、はい、これは衝撃です。これも、はい、まさかと思うような、うん、さあ、火がね、今味見をしていただいてます。いかがですか。いや、嬉しい、ありがとうございます。はい、うまい、確かにうまい。いや、嬉しいですね、うん、あ、うん、うん、合いますね。合いますでしょう、うん、すごく合います。ものすごくシンプルなんですけど、うん、この普通そのなんていうかな、こんなほら細かくついたごまが、はい、まさか蜂蜜とこんな合うなんていうのは、そうですね、多分想像つかないと思うんですけど、これ食べたら分かるんですよ。そうなんですよ、蜂蜜ととっても相性がいいんですね。そうなんです、初めて食べました、美味しい。ごま自体もねちょっと甘さありますもんね。そうなんですよ、ね、だから本当にこの香りが甘さがあるごまなので、うんトーストをしてから蜂蜜といい、ね、そうです、トースト、もうお好みだとバター塗って蜂蜜とこのごまで、いやそれもいいですよね、はい、今ねあのこう生の食パンにかけてますけど、うん、これはこれで美味しいんですけど、ピザは止まらない。でもこれご飯がやっぱりいいですね。あ、これね、そう、男性と女性と分かれます、うん、男性はね、白飯にこの金つけたというか、まにお醤油ご飯がすごく皆さん、うん、僕もそうです、うん、私あのトーストでもトースト美味しいかもしれない、うん、いやでもどちらも美味しいですね。あのそのご飯に最後にちょっとこのごまラー油、ごまラー油、これはねなんと、ごまラー油ってちょっと油を、はい、普通ラー油って油なんですよ。これを取って、うん、このニンニクと唐辛子とごまで味付けしたふりかけを僕開発したんですけど、これが、はい、この今食べ、今ちょっとご飯、ごま醤油ご飯、うん、この上にちょっと追いごまラー油したら開けちゃうんですね。これね、開けちゃうんですって。じゃあ召し上がってください。ぜひちょっとこれかけていただきます。これはね実はパスタにしてもらってます。いい、パスタに、湯がいたパスタにこのごまラー油、ニンニクと唐辛子とごまが入ってますから、パスタにごまラー油にオリーブオイルでも香ばしいペペロンチーノができるんです。そうで
ですね。だから、はい、トマトソースもボケたトマトソースがこれ入れるだけで絶対まとまるし、高崎のそのパスタの町と僕も存じ上げてますから、はい、ぜひやって食べてほしい。これじゃあごま醤油ご飯にさらに追いごまラー油で、うん、はい、あ、もう醤油いらないと思います。いらないと思います。もうそのまま、ね、これ食べてください。これはね男子大好きですよ。ごまラー油いかがですか。最高です。もう口数が少なくなっちゃってるじゃないですか。最高ですね。ね、ご飯にもいいですし、パスタにも、うん、ということで、ちょっとあのトマトソースが家庭で、はい、あの味が決まらないなっていう時があるんですよね。そうなんですよね。僕もだからトマトソースって結構ボケやすいんです。トマトの、はい、なんか水分とかあるので、うん、でもこの、ごまラー油を本当入れるだけでパッとまとまります、必ず。だからあの僕もこちら来ると、はい、いろんなトマトソースの人気店行きまして、隠れて、ごま、このごまラー油を、追いごまラー油して見つからないやっぱりちょっと皆さんこだわってらっしゃるから、まあまあね、でこれを入れると絶対まとまるから、まあ、僕は365日必ずごま食べる人間ですので、もうこれがやっぱ入らないと、なんか僕はこうなんていうかな、世界一ごまをしてるだけに もどかしくなってしまう。香織さんはもうほとんど毎日ごまを食べてらっしゃる。もう3食もうずっと食べてるんです。だからマイごまって必ず僕も今持ち歩くんですけど、マイごまを持ち歩いてまして、はい、もう必ずかけます。そうなんですね。ごまってやっぱり健康にいいんでしょうか。あ、そうなんです。あのね、セサミンとか聞いたことありますでしょ。 あれは抗酸化力、いわゆる簡単に言うとあの老化防止、アンチエイジングすごく良くて、本当にいわゆる活性酸素除去、活性酸素って例えば水が蒸発した時にあの水素が抜けて酸素一つでしょ、あれって水の鉄に水が乾燥すると錆びるじゃないですか、あれが体に起きるわけですよ。でもそういうのを除去するあの成分が本当にごまには多くて、だから本当にごま食べてる人は老化防止によってよくテレビでやるのはそういうことなんです。だからもうぜひ、ね、あの健康のためにも、あとお腹の調子も良くなります。通常そのお腹を掃除したり、はい、カルシウムも牛乳の10倍以上ありますから、骨密度上げたり、あとイライラ予防になったり。だからごま食べてる人はみんなにこやかな人が多いから、そういうことです。そういう余裕があるって、余裕が出ます。心にね、心に余裕ができると生活にも余裕ができます。これはちゃんとそういうのやってきます。すごい、ごまのパワーすごいですね、キーさんね。いや、素晴らしい。なんか群馬に結構縁がありますよね。あ、そうなんですか。さっきそれで今ちょっと話してたら、一応地元の渋川の市民会館でも何か、あ、そうですよ、ごまのセミナーをね、ごまのセミナーすごいですよ、はい、綿貫さんっていう方がちょっと本当取っていただいて、うん、やってくださるんですけど、その本当僕はその今女性の自立支援、女性若者の自立支援を掲げてまして、ボランティアで全国でその僕は会社ゼロから起こして5年間赤字でしたけど6年目に黒字になるんですよ。でもそのスタートは愛だけで回るかっていうテーマだったんです。だから普通自己都合に走りがちなところを愛だけでちゃんと回るかどうかというのを実験して、5年間苦しかったけど6年目にちゃんと回ったんですよ。だからその成功法を、特に社会的に弱い女性、まあ、これからは自分より弱い人のために生きようと50歳超えてから特にコロナ以降思ってまして、それでボランティアでこういう、ね、百貨店で頑張って売ったお金で全国にその交通費とか手弁当で北海道から沖縄まで回って、で渋川にも来ますよ。この実は高崎でも G スクエア、メッセ、G メッセでもちょっと教室で何回か、はい、あの石関さんという方が温度を取っていただいてあったりしてます。あ、じゃあもうたびたび群馬また高崎いろいろなところにお越しになってたんですね。群馬県高崎はね、はい、やっぱりね、すごくね、僕好きなんですけど、何が好きかって言ったら、もう嘘がないでしょ。裏表がなくて、それでいいってなったらすごく応援してくれて、もう心通う場所なんです。だから、いいものはいい、悪いものは悪い、はっきり言ってくれるし、でも本当に愛だけであったら必ず愛で答えてくれる、そういう町がこの高崎であり、僕群馬県だと思ってまして、大好きです。だから本当に僕はもう半年に1回必ず、もう半年1回、年に4回ぐらい来てますけど、なんかもうね、全国
く行かれてるね、香織さんにそんな風に言っていただくと本当にいい街ですよ。嬉しいですね。あのこの、催事なんですけれども、はい、明日9月18日水曜日から24日火曜日まで、24日は最終日で3時閉場となりますので、少し、ね、早めにお出かけいただきたいと思います。さあ、この後ちょっと CM を挟みまして、もう少しだけ深上さんお時間いただいてもいいですか？もちろんですよ。もう嬉しいです。ありがとうございます。はい、今日たくさんご商品持ってきていただいて、私たちも試食をさせていただきました。さらに明日催事ではですね、いろんな商品を販売されるということなので、そのあたりも伺っていきたいと思います。さあ、それからキーさん、深堀さんはゴマソムリエでいらっしゃいます。ゴマソムリエって何だと思いますか？まあ、温泉ソムリエとかワインのソムリエとかってことですよね。はい、だから要はゴマのソムリエ、ゴマの利きなんですね。聞きなんとかとか、まあ、そういう感じですよ ね、 聞きしみたいな感じですよね。はい、そのあたり詳しくこの後伺いたいと思います。はい、この後も深堀さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやいや、ありがとうございます。すいません、大丈夫ですか？ちょっと延長で全然だ、逆にもう20分だから僕早く締めなきゃって、もう黙り黙っちゃったじゃないですか。ゆっくりお話ください。いや、時間さえいただけたら僕何もでもしますから。美味しいでしょ。いや、嬉しい、めちゃめちゃ。これね、なんか嘘がないでしょ。もうすごい嬉しいですね。嘘がない渋川さん、もう分かるから素の方だなって。追い込まないでいいでしょ。最高ですね。ほら、これペペロンチーノちょっと分かりますでしょ。はい、これペペロンチーノですね。カラッパニーね、なかなか前あれはないですけど、家で作った時にこれ絶対最高だと思う。ね、そうですよね。うんうん。嬉しい。すごいですね。いやいや、まあね、そこまで、ね、どのごま、有名なんかあるじゃないですか。ごま油だったら茎とか。あ、はいはいはい。はい、なんかそういう四日市行った時とか、四日市行った時とか買ってきたりしますけどね。あっちの三重県の方行った時は。本当に好きなんですね。うん。はい、さあ、引き続きごまについて、はい、ちょっと大人の学校みたいですね。そうですね、ごまについていろいろと教えていただいて、ごまの専門家ですもんね。はい、はい、今日は京都ごまの専門店深堀代表取締役深堀克典さんにお話を伺っています。深堀さん、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、明日から高崎すずらんにおいて18日水曜から24日火曜まで、このごまの、祭事、ごまの祭事と、深堀さんのお店が出店されて祭事が行われます。さあ、いろいろとごまを食べさせていただいてますが、うん、キーさん止まりませんね。そうですね、はい、ね、止まらないですよ、うん、この後もね、食べてくださいね。うん、今日夜ご飯もこれで大丈夫です。これちょっと長い休憩があるんですけど、その間にパパっていつも何か食べるんですけど、今日はもう大丈夫ですね。あ、よかったですよ。もったいないし、ご飯のおかわりも持ってきてます。大丈夫です。でもチームさんがあるから全然食べてます。香織さん、ごまソムリエでいらっしゃるということで、今胸元に輝いているのが、はい、これがセサミマイスターの、まあ、ごまソムリエのバッチセサミマイスターですか。はい、まあ、僕ね、もともと勉強嫌いだったんですよ。で、小学校の時も中学校の時なんかオール1があったり、もうどうしようかっていう未来ないかなって、そのぐらい試験受けるの嫌いだったんですよ。であれば、はい、自分で試験を作っちゃいということです。あ、そして、はい、日本ごま協会っていう一般社団を立ち上げて、で自分で試験作って、はい、そしたら面白いですよ。だって僕が出した試験で皆さん一生懸命受けるわけでしょ。これを勉強してくださいっていう感じでやって、だからその時の写真はみんなが一生懸命勉強してる姿で、後ろでピースポーズで僕が写ってるのとか、はい、ちょっとおかしな顔してこうやって写ってるとか、そういうのをあえて撮って楽しんでたり、まあ、でもとにかく実はごまって先ほども言うように、知られてない世界です。だから僕は本当にそこから、じゃあ本当にごまのルーツがどういう風だってあったのか、例えば日本にごまが入ってきたのは、実は、聖徳太子の頃です。
これもともと先ほど言いましたアフリカ サバンナのエチオピアとかラップとずっと流れてくるんですが、向こうではやっぱり儀式とか宗教色として、でまたイスラム圏でも宗教色で、あのラマダンっていう断食の時にごまのペーストにひよこ豆とガーリック塩コショウで、あのフムスっていうあのパンに塗るような食べ物なんか、あのラマダンの食べ物があるんですけど、こういう宗教色で今度ブッダのところに行きます。そしてそのブッダのところもやはりごまの産地でして、でそこで仏教色として、日本に渡ったのが、538年頃と言われて、その文献で残っているのが、そしてその時にちょうどその聖徳太子の頃、仏教で世直しをしようということで仏教色としてその聖徳太子がなどが広げていったっていう流れがまずあります。残ってるんですね。それとちょうどその頃はやはり世の中が変わろうとしてた時期で、またそのちょうど空海様の弘法大師空海様も遣唐使で、長安に渡れた時に、ごま豆腐を学んで高野山で、ごまを持ってきてた。でごまを栽培してそのごま豆腐を高野山で作られたのが今の高野山のごま豆腐のルーツになってたり、やはりその仏教と非常にあの精進料理ごまが入ったりしますよね。でそういう本当に神秘的な食べ物であって、あのそういうことも知らないでしょう、こういうこと分かってったんですよ、こういうこと見つけてったんですよ。すごく身近に昔からあって、そうちなみに僕はベースカトリックなんですけどね、ちなみにねこのうちの金月建物は高野山の奥の院の弘法大師空海さんの今五病っていう食あの生きてらっしゃるということで食事を毎日こう届けられてますが、あれに採用になってまして、で毎月21日にその証明書と口頭をいただいております。だから空海さんも召し上がられてるっていうあのごまを本当にこれも縁でね、僕が営業したわけじゃないです。でも本当に縁でこんな流れになったり、はい、あの手作りで作られてるということですから、はい、あのやっぱりこうなんて一度にたくさん作るってことは難しいんですか？難しいんですけど、やはりあの今回例えば高崎百貨店さんに、ね、はい、出る時もね、一、はい、人でやっぱり20袋とか、多い方なんか100袋。あ、そうですよね、はい、吉田さんとかで100袋ね買われるんですよ。今日はこの後吉田さんを一緒にお風呂行くんですけど、100袋とかね、この間もいつも注文くれるんですけど、でも本当にそのやればできるので、早く行ってやっぱりついて、あのそのまではさすがにできないですよ。一個一個やはりどうしても一個一個丁寧に作りますので、ちゃんと所作をつけてましてね、そのお茶もほら、いわゆる草さばきからお茶を回してとか立て方とか、ああいう感じであのごまも所作を私つけております。その人に伝授する際に必ず心が乱れるので、人間僕もそうですけど、乱れないように所作をつけて、いわゆるあのそういう教え方をして、ごまが常に美味しいように心で味が伝達するものですからね、これは理屈抜きで。だからあの本当にそういう所作をつけるのが、先ほど言ったセサミマイスターごまソムリエの協会で僕がちゃんと試験をつけてやってるということです。そしてこういつも美味しい、ね、同じ味のごまができるわけですね。そうです、不思議ですよ。混ぜるだけでその人のごまの味になります。だから今実験しても変わります。それぞれ香りも味も変わります。 そのぐらいあの本当にごまは心に似てますしです。だから本当にそのつく人で香りが変わりますから、あの心が本当に常に輝いてないと美味しいごまはもうできないということを僕は見つけています。どんな所作を行うんですか？例えばあの薄と絹で僕ごまつくんですけど、薄にごまを入れるときは必ず両膝をついて、あの袋から取り出して薄に入れたり、また例えば、袋をですねこうやって詰めた後に必ずねこういう風に相手に向けてこういう風にして、柏でみたいにパンパンってして、でありがとうございますってこうやって、で賞味期限貼ってありがとうございますとお辞儀して、ありがとうございますって言って、こう特にこう3回ありがとうございますって言ってお辞儀しながらお客様に一個一個渡してます。はい、なのでちょっと時間かかりますけど、やっぱり食べた時の感動とかはもう全然変わっちゃうんですね。これは理屈抜きで、もう理屈とかじゃなくて味で証明します。だからこそ皆さんね、香織さんの方
ごいな、その所作も作るってすごいですね。教会というかも作ってるんですもんね、自分でね。そうなんです、そうなんです。すごい。何年ぐらい前ですか？ちょうど僕会社とかそれを起こしたの18年、18期を超えて19年前なんですけど、はあ、もうなんかずっとサラリーマンをしてたんですね、うん、製薬会社とか、うん、一番最初宝石の販売したりね、いろいろやって転々とする中でずっとね、こういう心の声があるんですよ。それが本当にこのままでいいのかという、なんかこの上司本当間違っているの、なんで愛もないことを正義みたいにやらなきゃいけないのかとか、あのそういうやっぱりずっとなんかもうでもそれをやらなきゃいけない。例えばちょっと前までは必ずマスクしなさい、でもなんか本当にこれマスクあれなんだろうかとか、いろいろ皆さん疑問に思いながらも、まあ皆さんに迷惑かけちゃいけないって優しさからみんなしたりするんですわけですけど、でもやっぱりこのままでいいのかなっていう心の声は嘘じゃないなってなんか思ってまして、でそれで最初会社を起こす時も当然もうすでに結婚してたし子供も赤ちゃんで勇気いりましたけど、なんか人生一度きりだからもう思い切ってごまで世界平和でやろうと、でそれやったのがちょうど19年前かな。はい、そういうことだったんですね。あの明日からの催事ではどんな商品を販売しますでしょうか、教えてください。あのね、ちょうど今日持ってきたんです、これね、新発売でごま昆布ふりかけなんですけど、これも開けてよろしくお願いします。あ、ね、あげますか。あのこれね、あの実は北海道 の、 あの塩昆布、塩吹き昆布とこのうちのごまがやっぱり相性いいので、それでこのふりかけをでも作ってるのは、実はちょっとあの、ハンディキャップのある方とかに教えに行って、先日もその指導してセサミマイスとなっていただいて作ってます。ちょっとご飯の片隅に、すいません、あのちょっとこれも食べてます。はい、これ新発売で今回持ってきてます。あ、これはいいです。これは何もつけなくて、ちゃんと昆布のこのね、あの塩気度あるんで、はい、めちゃめちゃうまいですね。これも気になる。昆布好きにはたまらない。そうですね。なんかあのおにぎりとか。そうです。ね、もうおにぎりは最高に美味しいですね。うんうん、あ、おにぎりは本当に。ご飯とはもちろん合いますしね。うん、今日はのパンでも合うというね、うん、新しい食べ方を教えていただきました。あの他にも新商品とか販売する商品とか、あとはね、この金ごま油一番搾りっていうのを今日持ってきまして、はい、先ほどごま醤油ご飯召し上がっていただきましたでしょ、はい、これにこのごま油を、これあの先ほどの金ごまを香りをギュッと凝縮して、うん、もう一番搾りって言ってね、はい、そのごま油って実は圧搾し、あの焙煎して圧搾するんですけど、通常そのどうしても安価にしようと思ったら薬品抽出しなきゃ、ちょっと勾配抽出のと悪くて、薬品抽出これ全くそれしなくて、ほんと一番搾りのみでやったものなんですけど、これも香りが結構濃厚な、ちょっとじゃあこれ一回かけてご飯に、じゃあちょっと香りを、これもね、ごま醤油ご飯にこれ、はい、これちょっと落としていただいてですね、はいはい、これがまたね、はい、さあまたキーさん、はい、ご飯に今、まあ、あの、はい、ごま醤油ご飯にこれ金ごま油一番絞りかけるだけでも、うん、いいですね、いいですね。これはね、そうめんとかもいいし、うん、僕は最近あのパン作りするんですけど、はい、あのパン小麦粉にね、あの、イースト菌入れて、このごま金付き立てごま入れて、まあ、三温糖と塩ちょっと入れて、で卵と水でこうできた生地にこの金ごま油で、あの最後バターの代わりにやる。これまた美味しいですよ、金ごまパン。フライパンで作っちゃうんですよ、フライパンで、もうそれをね押し付けてこうナンみたいにして食べると美味しいです。どっかにレシピはないんですか？あ、レシピね、僕ね、はい、インスタやってて、はい、深堀克典って、はい、あの深堀克典でインスタ見ていただくと、はい、青い風景に万歳したのが僕のインスタなんですけど、はい、そこに結構最近、今日もあのオリーブパンっていうのをあげてます、はい、じゃあそれちょっとインスタ、深堀さんのインスタ、はい、やっていただきますよ。ありがとうございます、じゃあ
その飛山京都のごまの、まあ、魅力というか可能性というかすごいですね。ごまについて、ごまの力についてお話を伺いましたが、うまい。そしてたくさんいただきました。いかがでしたか。いや、うまいですよ、最後に。うまいが止まらない。改めて催事情報、あの期間など深堀さん教えていただけますか。はい、明日だからですね、高崎すずらん百貨店のさんの、1階、入り口のところで、私あのキネトースでごまをついてます。それで、最終日は、24日の火曜日の3時まででございます。ぜひ、僕もね、高崎すずらん百貨店さん、僕は本当に赤字で5年間で避けて大変な時に呼んでいただいて、うちが本当に黒字化した本当に恩のあるあの百貨店さんで、何もなきあの僕を呼んでいただいた十何年前の恩がありまして、あの本当に僕はね、ここの高崎すずらんさんと阪急メーターさんしか僕は出ないんです。あとは他の仲間はスタッフは出るんですけど、僕はもうここだけです。だからあのその縁をずっと忘れずに来続けますの で、今回も私ずっと1週間おりますので、ぜひ皆さんあの来てください。それでラジオ見たと、あ、聞いたと、FM 高崎聞いたと言ってくれたら、あのプレゼントを何か、はい、お付けしますので、それはあの、はい、こっそり教えてください。私もちょうだいとかって言われて大変ですからね。まあ、あの収集つかなく、まあ、あの、はい、あの言ってください、はい、そしたら、はい、プレゼントつけます。はい、ぜひお出かけになってください。本当に今日美味しいごまをありがとうございました。本当にこの機会に感謝いたします。ありがとうございます。え、今日は京都ごまの専門店深堀の代表取締役深堀勝則さんにお話を伺いました。深堀さん、ありがとうございました。いや、こちらこそ本当に素晴らしい機会ありがとうございました。それでは最後はキーさんの選曲で1曲お届けしました。いや、まだね、やってなかった。あ、そうだった。わかりました。じゃあ、何か出していただけますかね。はい、ということで、深堀さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。いや、ありがとうございました。もうね、まだパンもありますしね。いや、いや、いや、嬉しい。これあのまたお土産も、じゃこれは女性に、ありがとうございます。これはいただきますんで、よろしいですか。これもこれもあげ、これもプレゼント、はい、いただきます。はい、いやいやいや、よかったです。すいません、今度はですね、一緒に写真撮ってもらってもいいですか。もちろんです。